皆さんこんばんは、メイドアイドルリタンこと河野梨沙です。今日はリアル柳田も一緒です。柳田柳田だよ。はい、ということで今回、この30分はポケモン実況プレイ枠です。よろしくお願いします。お願いします。人の放送とか緊張するわ。あ、だ、ダメか、チコリタは喋らないんだっけ。あ、いやいや、喋ってください。大丈夫、喋るチコリタで。あ、喋るチコリタで、はい、お願いします。はい、はい、そう、柳田やったら体力あるんですよ。そうなの、すごいね。そうなんですよ。さすがじゃん。そう、最初ね、なんか全然倒せなくて、うん、敵が強くなっちゃったんだ。そう、体力がね、すごい自慢の柳田です。ああ、本当にこれから進化もするので、多分かなり強いキャラになるのではないかと。それ柳田じゃなくなるチコリータ何になるの。チコリータ、最終的にメガニウム、メガ柳田、メガ柳田になります。メガギダ、メガギダになるので、名前でも変えらんないもんね、あれ。そう、名前、そう、変えられないんだよ ね、 そう。はい、ということで、じゃん、ポケモン始める前にさっきの、さっきは2人で1時間枠をやったり、はい、その1個前はエミカちゃんの番組を一緒にやったりしましたが、今回はね、はい、ポケモンの枠でね、こんな大きいテレビでね、すごい、ポケモンをやっちゃいます。いいな。はい、もうね、ずっとでもね、こうめっちゃ近いからちょっとチカチカするんですが、確かに頑張りましょう。今日はエミカちゃんの助言をもとにゲームをやっていこうと思っているので。助言だね。もうポケモンなんかずっとやってないよ。何かやってました、ポケモン。あ、でもこれやってた、これ。あ、銀バージョン、うん、そう、銀バージョンです。金銀持ってたよ。リサも銀バージョン持ってたんですけど、うん、これね、懐かしくていいですよね、うん、楽しい楽しい。あのね、あれが難しかった、あの氷のさ、わかる、なんだっけ、なあの、いるじゃないですか、あの、そのジムリーダー倒すやつで、氷のなんかやつがあって、そのジムリーダーに行くまでが大変だった。石をこうやって、そう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 、ここで中に、自分の中入っても、そのリーダーのとこまで行く、たどり着くまでにすごい時間かかる。そうそうそう、そう、あれもね、懐かしいですよね。うん、みんなも全然、なんかちっちゃい頃だったら、なんか全然かん、なんかそういうの考えられないからね、本当あれだった。いや、柳田さん顔色が悪いですが、何かあったんですか。そうだね、本当にガチで顔色悪いとも言えますよ、今。あー、もうね、さっきいろいろあったからね。さっきはね、いろいろありましたね。大丈夫、キムチの匂いとかしない？全然大丈夫ですよ。大丈夫かな。さっきの枠はもう終わってしまったんですが、はい、タイムシフトでね、見れますので、ぜひ何があったのか、何があったの、柳田に一体何があったのか、柳田に、はい、そう、知らない人はね、ぜひぜひね、タイムシフトの方を見ていただいて、うん、あと多分エミカちゃんの、エミカちゃん推しの方でこのコミュニティ初めて来た人は、初めまして、よろしくお願いします。あ、はい、はい、コミュニティ、そう、こちらのコミュニティは、あのリンカさんっていう、あの、こちらでね、放送してたコスプレイヤーの方のコミュニティをお借りしているんですが、とね、そう、コミュニティの人数がね、また減っちゃったりしたので、またね、盛り上げていきたいので、まだ入ってない人はぜひ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 入ってくださいな。はい、お願いします。お願いします。リンカさんがね、戻ってくるまでね、頑張ってね、コミュニティを大きくして、ポケモンをね、育てたいと思うのでね。はい、リンカ師匠のすでに入ってるっていう人も、おー、ありがとうございます。ね、嬉しいね。そう、リンカさん今なんかちょっと失踪というか、なんか、え、そうなの、なんか連絡が取れないのみたいな、ガチですか、状態になっているということでね、リンカさんの目撃情報もね、なんかブラジルにいるとか、なんかね、コメント来ましたがね、この間ね、今日大阪でスナック勤めですって書いてありますよ。あ、なんか嘘でしょ、絶対。そう、いろんなね、リンカさん目撃情報もね、もうコメントもね、お待ちしてます。あの、白鳥さんは何代目になるんですかね。そうですよね。そうそう、ということをね、うん、じゃあ早速ね、はい、ポケモンやっていきましょうかね。わーい、わーい、柳田。
柳田、あ、フランスで森ガールになったらしい。それは違いますね、それはあさこさん。それはね、マキムの彼女さんですかね。ね、あ、そうだ、これ、これはここについてるのが、ね、ルギアがちょっといなくなっちゃったので保護をここに載せました。すごい、これは手作りです。ちなみに前回か前々回かの放送でね、作ったやつです。うん、一応こいつがマスコットキャラです。そう、強いですよ、これ法王ですから、伝説のポケモンですからね。はい、強いです。はい、ということでね、柳田さん古くから応援してる人の扱いが雑。あなた古くからじゃないと思うんですけど。別にみんな雑じゃないですよ。私ちゃんとみんなに合った扱いをしてますよ。いや、りさ、えみかちゃん本当参考にしてるんですよ。嘘でしょ。何人も来てくれてありがとうございますとか、コメントありがとうございますっていうセリフ、本当にさ、えみかちゃんをあの参考にしてるので全然ね、そんなことないんです。ということで始めましょうか。始めますか。これも懐かしいですよね。懐かしい、これ家にまだあるもん私。スーパーファミコンのね、うん、コントローラーかわいいね、これも、うん、はい、ということでね、こっちの大きい画面でね、やるのでね、うん、こう振り向き、あ、そうか、こう見なきゃいけない。そうです、振り向きながらやる形です。で、まあちょろちょろなんかこう見たり。そう、こんな画面でできるなんて贅沢じゃないですか、ゲーム。ね、ゲーム欲しい。3枠目はコツ、あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。これはね、銀バージョンなので、ね、ルギアさんが飛んでます。懐かしい。飛んでる？水の中？わかんないけど。水の中じゃない。あ、水の中だね、うん、はい。目がね、白く光ってて ね、いい感じです。かっこいいよね。じゃん、続きから天候行ったんです。あ、ほんとだ、持ってるバッチ。で、1個バッチをゲットしまして、始めます。ちなみに、わぁ、懐かしい。ポケモン白井美穂、これ育ててたんで一番上にいます。おー、柳田、柳田。あと卵がね、もらったので、あ、卵、あ、これは育てるというか孵化させ中です、ね、で、これがあ、片岡力也さんの力也です。あ、で、柳田見ます？かわいい。見る見る。じゃじゃーん、柳田、柳田、かわいい。チコリーダ、チコリーダ。またね、すぐね、レベルアップするので。あ、ほんとに。そう、16とかでレベルアップするんじゃなかったかな。あ、早いんだけど。早いよね。あれ、誰か大丈夫。はい、曲も懐かしいですよね。こんなんあったね。このチャレレ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 。あー、これ懐かしい。まあ、レさんも思い出しながらなんで、協力プレイというか、ここはさっきのとこはね、戦いまして、だからか、誰も喋りかけてた。こいつもね、戦って、うん、ね、はい、勝った人で、あと、ここからどこ行けばいいんだってなって、こっちか、あ、でも、ちょっと敵避けてね、行きたいので、あ、こいつは多分喋りかけてくるんですが、でも、あ、通ったら喋りかけてきそうだよね。じゃあ、早速、柳田で行きますか。お、柳田出ましたね。お待ちかねの柳田で、確か戦う人かな。はい、おポケモン勝負。そう、この曲ね。じゃじゃん、でででで、かおりさん。おでもポケモン1個だ。なにこれ、リドなんだ。あれ、もしかしてこれタイプ悪い感じじゃないですか。普通、まあ、大丈夫ですよ、勝てる勝てる。毒攻撃やられないことをね。あ、そうかそうか、それがあるのか。そうそうそう、怖いね。ああ、あ、いけるわ、これ。まだまだ覚えてない感じ。強い。そう、柳田強いっすよ。柳田体力あるな。そう、体力めっちゃあるんですよ。全然効かないから。柳田、柳田頑張るんだ。あ、ちなみに柳田オスです。あ、オスなの。メスじゃないの。オスなんですよ。マジか。これでもこの尻尾かわいいね。かわいいね、ちょんとしてるね。そう、ちょんとしたのかわいい。あ、もうこれね、余裕でしたね。あ、勝つ。残念でした。やったー。じゃじゃーん。そして、あー、上がった。じゃじゃーん。やったー。じゃーん。おー、おー、やったー。あ、覚えた。リフレクターだ。懐かしい。これなんですって。あれ、もう終わり。え、でも、かおりさん、あ、1個しかいなかったの。1匹しかいなかったようですね。180円だって。わーい。いや、
もう絶好調ですね、柳田はね。いいっすね。あ、この道から懐かしいな。こっち行こうかな。こっち行こうかな。水タイプのね、アコイキングだっけ、ここ出してくる。あ、ね、草むら入るといますよね。はい。なんだ。あ、かわいい。またつぼみかわいいっす。あ、コメントめっちゃ来てますね。ほんとだ。なんで臭いポケモン柳田って。白井さんのレベルを上げようだって。あ、そうそうそう、白井さんもね今レベル上げしてるところなんでね、どんどんね、まあ、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 柳田柳田頑張るんだ。あ、勝った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 、はーい、はい。やばい、これやりたくなってくんね。私家でやろうかな、久々に。ぜひ。じゃあ今度ねチェンジしてね。やったー。白井さんの見ます。じゃん、白井さん、うん、ウッパーかわいい。そう、かわいいでしょ。かわいい。柳田強いでしょ。柳田強いでしょ。さすが柳田ですな。え、柳田さんがこの前男湯から出てくると見ましたが、そんなわけない。そんなわけないよ。そんなわけないっすよ、びっくりするわ。あ、でも戦いではない、極力ね避けていこうとい いうルールでいきますかね。はい、よし。あ、けどちょっとこいつ多分コイキング出してくるんで、うん、あの育てにはね、うん、あのちょっと最適なので。コイキング、うん、そうそう、可愛いポケモン縛りなんですよ。トサキントは可愛くない。トサキントも可愛いですよね。トサキント、あ、出た。あ、出た出た、トサキント。しかも強いじゃん。本当だ、やばい。え、これ効かないじゃん、水鉄砲ね。水鉄砲やってみて。あ、これ終わった終わった終わった、やばい、帰ろう帰ろう。ちょっとこれ柳田の出番だ。柳田で帰るんだ。あやばい、柳田で帰るんだ。白井さん、まさかのね。まさかの、とまだね、弱いからね、育てないとね。柳田あ、やばい、超ほら、あー、あー、やばい、ピヨピヨになった。これ戦えていいかな。うん、いけ。あー、できた。あー、よかったよかった。これ効果抜群なので。おー、やったー、勝ったー。柳田すごいじゃないか。あー、なんでこれ上がった上がった。出しとくとね、やっぱ上がる。そう、出しとくから、うん。おー、早い。柳田早っ。今日で 2レベ上がったよ。2レベも上がりました。やったー。そう、あ、そう、白井さんもオスなんですよ。あ、そうなの。メス、え、もしかしてさ、リッキーさんメスとかいない。メスですよ。それおかしいね。ウケんだけど、それそうなんですよ。そんなのあるんだ。なんかオスとかメスとかなんか関係なく捕まったら、ね、そうだよね、なんかそうなっちゃったんですよね。あ、やばいかな。あ、こいつ見てくるやつだ。取りすぎれるか。ふっ、よし。おー、あ、これはうまくて栄養満点の美味しいしっぽいらない。あ、あったね、そんなの。100万円ない。あっち行った。あ、ゲームセンターで。あ、ね、ここからなんか洞窟って長かったでしたっけね。あ、どうだったっけ。洞窟がね、かなり苦手ですね。ね、やだよね。しかも覚えてないとか罪じゃないですか、ちょっと、うん、積んだ感じが。柳田知らんじゃないですけど。ちょっとコメント読みに入りましょうか。白井さん見てる？ね、白井さん見てるかな。白井さんもぜひね、育てなきゃ。ね。うん。どんどんね。すごいね、コメントいっぱい。コメントいっぱい来ちゃってね。うん。柳田まさかの活躍。いや、強いんですよ。意外と強かった柳田。うん、今日も日本は平和です。柳田混乱ってまさにリアル。なんでピヨピヨ。あ、あ、やばい、捕まってしまった。これね、バトルね、いちいちね。やべえ、あの頭かっこいい。ここだけね。あ、これ白井さんいけるパターンかな。ポッポだ、ポッポだ。これ柳田はね、相性が悪いので、うん、鳥タイプはちょっと
合さん頑張ってほしいな。頑張るんだ。頑張れ。この後ろ姿可愛いんですよ、ポケモン、ね、この後ろ姿最高、本当に可愛い。やっぱ可愛いポケモン縛りなんでね、うん、見た目もちょっとね、見ていかないと。でも次の可愛いポケモン捕まえるとしたら何がいいかな。なんか最初の方ってあまり可愛いのいないじゃないですか。あ、そうね、そうそう。だからまあウパーはかなり可愛いやつを入れてした。可愛い。あ、これどうしよう、回復した方がいいかな。ちょっと殺したくないのでじゃあ回復。懐かしい。優しい、優しいですか。柳田さんほど具合悪そう。そう。あ、倒れた。倒れました。あ、モヒカンかっこいいって言われてる。でしょ、モヒカンなんかね、うん、良かったよね。そう、あ、リタの頭に蝶々がいるよ。これはね、蝶々じゃなくてね、ホウウオです。ポケモンの、そうそうそう。あ、ポケモンいっぱいいるな、こいつ。あ、まだいるのか。そう、もう A 連打でいきます。米読みしながらね。そう、これはね、ポケモンの今銀バージョンやってるんですがね。やばい。お、やばいぞ。まだ体力が白い。今度リキさん出せば。リキさん、あ、そうだそうだそうだ。まだ出してないですよね。出してない、出してない。そう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 。何のポケモンなのか。そう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 。リキやらします。じゃあこれ何なんだろう。じゃじゃーん。試合美穂、いざ戻れ、行ってこい、リキヤ。あ、やばい。かわいい。コラッタだっけ。そう、コラッタです。コラッタもなかなかね、レベル上がってきたのでね。本当だ。おお、強い。やるじゃないか、リキヤ。リキヤやる。モニスズメ、これもじゃあリキヤでいっちゃいますかね。これじゃあ上がるんじゃない。全然ね、いい感じ、いい感じ。リキヤ強いな。強い。いつの間に。強い。そう、リッキーが頑張っただと。驚く、まあ、ポケモンの話ですからね。本物のリッキーさんがどうだかは知らないです。あ、そうです、ポケモンは強いです。そう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 。じゃじゃーん。あー、上がった上がった、上がった上がった。なかなかね。おー、そしてこのモヒカンである。何鳥感持ってんだろう。すごい気になるよね。しかもなんかこのね、服もなんかね、ね。いい感じ。ね、192円。はい。イエーイ。あ、洞窟来た。来た。この先つながりの洞窟。あ、この洞窟短いやつか。うん。まあ、白石さんはちょっと。柳田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 。その鳴き声でいきましょう。うわー、懐かしい。 あ、そうそう、ここになんかいつも捕まる気がする。何出てくるっけ。あ、あ、こうやったら、こうやったらもうね、いや、もう柳田楽勝っすよ、これは。押します、押しましょう。た、倒せた、かっぱかった。ささ、かっぱかったすごいよね。かっぱかった、かわいい。おー、あー、すごい。わーい、すごい活躍、柳田。柳田、すげえな。まあ、さすがね、リーダーな子だけはあります。なんかいる。どうせ見っけ。はい。何こいつ。あー、やっぱ戦うんだ。なんかおじさん。あ、山男のユーゴ、うん、かっこいい名前です ね。おじさんなのに、ね。あ、うん、あ、これまさかあまり相性良くないパターンかな。だいたい締め。あ、戦う。あれ、あ、暗い中だからね。暗いから、うん、体力だけはある柳田。全然効かない。やばい、やばい、やばい、やばい。なんか変え、大丈夫かな。これなんだっけ。ちょっとちょっとこれで見よう。じゃじゃん。打撃攻撃に強くなった。なっただけか。これ効かないよね。どうなんだろう。あ、締め付けられなかったよ。やだこれ。あ、でも全然効かない。さささ。あ、効いた。おお、やばー、すごい。柳田見ました、皆さん。柳田すごくね。
見ました見ました。お、リッタン久しぶりだった。滑りっきリッキーさん、柳田さんくつろぎすぎですいやね、なんかね、普通に見ちゃった、楽しんだもん。なんかあと9分早っ早っ、え意外と進みすぎた。柳田もさん座り中え、そんなことないよ普通だよじゃあね、もうこれはね、この洞窟をね、多分短いんで、この洞窟を抜けたらセーブして終わり、ね、終わりにしましょう、ね、もっとやりたいそう、これね、ほんとね、なんか一回ハマるとやばいね、ずっとやっちゃうね、これずっとやっちゃうからね、危ないんだよね。あうわ、また おじさんがこれでハゲてんのにさ、なんでさ、出てくるとさ、あ、そうそうハゲてんだよねって思わんの大作さん大作さん、しかも3個も持ってるよ。あー、出たよ、石つぶて。まあ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 、柳田さんがついてますから、柳田さん頑張ってください、はい、かわいいですよね。あ、しかもレベル4だしね。あ、もう余裕です。いやー、さすがです。さすがです。レベルアップするかな。あー、やったー、レベル14だ。今日でも3ぐらい、ね、上がってない、すごいね。もうレベルアップ目前なのでね、柳田さんはね、優秀優秀。はい、また石つぶて、多分これ全部石つぶてのパターンですね。あー、なんかね、トレーナー、なんか同じポケモンいっぱい持ってる人多いですね。コンピューターさん、私ミルタンクの時嫌なんだけど。ミルタンク、ミルタンクほらさ、回復すんじゃん。あー、ミルタンク、そうだ、ミルタンク結構強い。確かに強い、勝手にね、勝手に回復すんじゃん、あの人たち。あとなんか転がる攻撃が、そう、痛い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 、あれ強いよねすぐ倒れるの、びっくりしちゃう。あれもめっちゃ苦戦したな、確か、ね、懐かしい。そうだそうだ、これですよね、銀バージョンだそうだ。そう、回復のあの薬をいっぱい持ってくっていう、懐かしい。あどんどんいる。リアギーダ効果、リアギーダ効果、そうそう、私が来たから、そう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 、そうですよ、リアギーダ効果。もうエミカちゃんが一応リーダーやってるんで、この柳井田が。そうなの。そうそう、この子がね、強くなんないと。あ、やばい、ズバッと出してくるのか、ズバッと。まあ柳井田がいるので。何これ、ズバッと。ヒフキ野郎の福尾さん、懐かしい。あ、ドバースだ、懐かしい。いけますかね、柳井田。ドクタイプはちょっと苦手なんですよ、柳井田。ああ、すごいな。おお、あと1回か2回だな、たぶん。柳田強す。頑張れ柳田。ああ、倒れた。わーい、わーい、わーい、わーい。おー、やったー、成長早いな、柳田。あ、どこどこまで覚えたっけ。あ、でも技を4つ持ってる。これは覚えさせるべきでしょ、これいらないな、うん、どんどんね、リサはあの防御技とか、なんか下げる技じゃ全然ね、あ、私もいらない、いらないタイプです。うん、そう、今日は25日だから皆さん飲んでるんですかねあー、なんか給料日か。え、そう、給料日25じゃないんですよね。うん、うん、え、すげー。そう、柳田はね、成長が早いことがね、今大発見がありました。ね、そんなに戦ったのね、今回は初めてですね。本当に。そう、いつもなんかゆるゆるプレイなので、うん、柳田大活躍会です、今日は。いやー、勝った。じゃーん、じゃーん、もう、え、すきだこいつお金持ちだな、ね、288円。出口どっち。あ、ここに。あ あ, あ、もう、あと5分しかないよさあ、さあ、さあ、で、あの、出れるのか、出れるのか、果たして逃げる、逃げちゃう、逃げちゃう、ね、これ前逃げちゃっていい、怒られたとかね、いいの。あるある、こういうパターン、目前にして、ね、石つぶてはね、可愛くないので捕まえません可愛いポケモン縛りやってるのでね、じゃん。おー、スーパーボールだ。私、イーブイとか好き。イーブイめっちゃ可愛い。やばいよね、可愛いよね。もういいや、行きましょう、行きましょうか、行きましょう。あー
ズバッと。この可愛くはない。顔がないからな。うん、そう耳かなんか可愛いんですよ、ね。あ、わかるわかる。よく出てくるね。出てくるね。よく出てくるな。うん、やけるやめや。やめ聞いた。それ録音しといて。柳田出すたびにそれ泣かせるパターンでいきますかね。柳田それでいきましょう。あもうあと4分そうだよ。何もかもグダグダだ。グダグダ、そんなことない。敵 強くないからね。あ、そう、捕まっちゃったね。また皮膚系野郎出ました。嘘、じゃあ何のりやさん。かわいい、かわいい、ロコンかわいい。ずるい。かわいいよね。柳田と交換してください。そう、俺もいやいやいや、ゲート聞いた。かわいいでしょ。それはバッチリなんですよ。これこれかわいい。かわいいね、かわいいね、やばいね。天使ね、どこも天使や。柳田勝つんだ。あ、勝つんだ柳田。倒した。ああ危ない、強い、危ないよ柳田。危なかったね。危なかった。柳田大丈夫かい。柳田とトレード。え、いやいや、柳田がね、強かったんでね、大丈夫でしたね。危ないとこだった。出れるのか、はい、あ、出れた、やったー、出ました。わーい、出れた出れた、よかったよかった。セーブをねして、して今日はここまで、はい、かなり進んだと思いますよ、今日は、ね、はい、結構やったもんね。もう結構やったもんね。なかなか今日はね、たっぷりポケモンやって、うん、いつもなんかそうこんなにねやんないんですよ、うんうん、今日はねたっぷりやっちゃいましたが、新しいポケモンね開けてないですよまだ、うんうん、ね、解雇しない解雇しないねえ、なんでよ。これからも育ててくださいな。はい、あと1でねレベルアップなんで ね目前です。やった。ということで今日のポケモンは終わりでしたがね、新しいポケモンね実況やりたいね。うん、まだ初見だからけどね、全然多分グダグダになっちゃうのでね、うん、そう、エンディングです。2人での放送楽しい、ありがとうございます。あ、嬉しい。私なんか後ろ向いて喋ってただけだけどこっちに集中しちゃった。楽しいんだもん。だって柳田放送楽しい。 ありがとうございます。そう、いつもね、リサの番組、エミカちゃんは、エミカちゃんはって言われるんですよ。本当に今日はいないのとか、今日は餃子はいないのとかマジかいろいろね、コメントくるので、うん、今日はそれが実現した形でしたが、またぜひぜひ呼んでほしい。はい、ちょっと楽しかった。今度やりたいな。ぜひね、じゃあ、うん、エミカちゃんがポケモン実況とかも。あ、じゃあ私金持ってくるよ、金。あ、金持ってね、バトルいいですね。あ、ね、また来てね。あ、はい、ありがとうございます。また来ます。はい、面白かった。ぜひぜひ、ありがとうございます。またね、次もね、はい、今日はね、これでラストワークなので、うん、またね、次回なんですが、うん、今日疲れたでしょ。いや、楽しかったですよ。今日はね、帰りやるので、ポケモン。あ、そっかそっか、そうですね、電車の中でね。今日こそ開けますから。私はテトリスやって帰りますわポケモンはないので。柳田祭り最高。あ、ありがとう、ありがとう、ね、もっと放送したいですけどね、うん、いや、柳田さん忙しいんです。暇だ、そんなことないよあんなことないっすあと30秒。あ、早い早い。そうですね、次回私は29日に格闘探偵団という番組にね、はい、出るんですね、出させていただきますので、うん、そちらもチェックお願いします。はい、お疲れ様でした。ここではね、挨拶がね、違うんですよ。何ですか。お疲れ一旦って言います。お疲れ一旦、はい、みんなお疲れ一旦って言ってください。はい、お疲れ一旦、今日はね、ありがとうございました。はい、じゃあ、バイバーイ。バイバーイ、お疲れ一旦、お疲れ一旦。